皆さんこんにちは、ゆきさんと申します。今回は泥製造機をね作っていこうと思います。ということでですね、早速工事現場までやってまいりました。わしはですね、この牧場のすぐ横ですね、横の高台に自動泥製造機をね作っていこうと思います。はい、というわけで、まずね、泥なんですけど、ご存知かと思いますが、この土にですね、水入り瓶をぶっかけると、泥ブロックになるんですね。今回はこれをレッドストーン機構を使って、どんどん泥を作って、テストに収めていくというような機構を作ろうという試みでございます。自分なりにいろいろ考えてはみたんですけど、なかなかいいのがね作れなかったんで、今回はですねホイール350さんという方の自動泥製造機を、ね、ちょっと参考にしながら作っていこうかなと思います。はい、というわけでこちらが例の、自動泥製造機になります。仕組みとしては、単純ですね。ここに、土を置くと、自動で土に変わるので、それを採取すると。で、これまた置いて採取して、また置いて採取してということをね、繰り返していくというような機械になってます。非常にシンプルなこの機械なんですけど、軽く説明をしますとですね、ここに土を置きますよね。ここに土ブロックを置くと、その瞬間にここから来たレッドストーン信号がここの土ブロックに入ると。ということで、ここにあるディスペンサーから水入り瓶が発射されるのと同時にですね、今度はこっちにレッドストーンドールが伝わったので、ここにあるドロッパーから、土が出てきます。で、土はここから補充していって、こうやって一個ずつ置いていくと同時に土がどんどんここから補充されるというような仕組みになってますね。そしてさらに、ここにレッドストーン信号が伝わることによって、これらのドロッパーとディスペンサーがですね同時に作動します。でここにはガラス瓶がね、空のガラス瓶が詰められているの でここの水流に向かって、ガラス瓶が射出されて、で それがこっちのホッパーに入って、でここのディスペンサーに入ると。でそうやってディスペンサーから射出されて空になった瓶はこっちのホッパーを伝って、今度はここのドロッパーに回収されるという凄まじくコンパクトな、機構になってます。で1個だけ注意点があるのがですね、こちらが Java 版専用になってますね。というのも、まず土をオフハンドに持つってことが前提となっているので、これが統合版ではできないというのと、詳しい説明は避けるんですけど、おそらく BUD 回路という、ある種の Java 版限定のバグ技を使っているので、統合版ではちょっと、再現ができないんですけど、私は Java 版を使ってますので、この機械を作っていこうと思ってます。サバイバルワールドの方に帰ってまいりました。先ほど説明したものと同じものをねここにも作ってきたので、次はですね、いろんなね材料を持ってきてますんで、中世ヨーロッパ風の住宅っぽく、装飾していこうかなと思ってます。それでは行ってみよう。軽くひねってあげましょう。ちょっとエンダーさん、はい、エンダーさん、ちょっと待ってください。まだちょっと作って、なかなかいい感じになってますね。作ってる途中なんで、すみませんね。ちょっとね、はい、いやエンダーさんの家ではないんで、すみませんね。私のために作ってくれたんじゃないんですか。やばい、恥ずかしい。わあ、ちょっと勘違いしちゃった、見ないで。はい、ということで泥製造ハウスが完成しました。はい、それがこちらになりますね。ドドンということで、ちょっとですね周りも整備したので歩きながら紹介していこうと思います。全体の雰囲気はですね牧場と同じような感じで統一しまして、お邪魔しますということでね、ここに
グローベリーのカーテンなんか作ったりしてですね、照明がねこんな感じで、どうでしょう、ぐるぐる回ってみましょうか。あ、ちょっとあそこに取り残し発見、よいしょっと。はい、でこっち側が、煙突ですね。煙突をつけてですね、こっちにまたあの出っ張りを設けてですね、あの一番上の方に、カツオギをね3本ほどつけてます。もう完全にこのワールドの名物建築様式みたいな感じになってますけど、この辺にベンチを設けてちょっとだけ休めるようになってます。それでは中入ってみましょう。お邪魔します。はい、ということでね、正面に見えますのが泥製造機でございます。使い方はですね、まずここのシャベルを持って土をですねオフハンドに持って、この状態で、右クリックと左クリックを同時押しと、はい、するとこんな感じでどん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 水入り瓶が射出されて泥ができるという感じになっております。よいしょ。でね、できたやつはここに、泥はここに、はい。でね、いろいろね、ここにも効率強化付きのシャベルがあるんですけど、これだとちょっと早すぎてですね、水入り瓶を射出するのが追いつかなかったので、まあノーマルのダイヤのシャベルがねちょうどいい感じかなということで、ね、こっちにちゃんと、メンテナンスできるように裏側のスペースを作ったりしてます。はい、で今回2階の内装をね作ったので、ここの螺旋階段を登っていくとですね、こんな感じに2階になっております。はい、ワンルームっていう感じですねこっちに、キッチンがあって、ここあれですね、換気扇ですね。でなんかこうこの辺にタンス的なねキャビネット的なものを設けて、ベッドはないんですけど、ここのソファベッドで寝るという感じになっております。はい、ちゃんとねここに暖炉も作ってますんで、まあ暖炉ですね、これは暖炉です。おやすみなさい。ということで、そうですね、まあ割とこう簡単にサクサクっと作った感じになってますね。これであの泥が作り放題になったのですね、また泥レンガとかを使ってですね、新しい建築なんかも作っていきたいなと思っております。はい、それでは今日はこの辺りで動画の方終わりたいと思います。いいなと思ったら高評価やチャンネル登録、またコメントなどもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。